時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君色と争わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。この番組は日曜日の憂鬱な気分を希望に変える内容となっております。最後までご視聴どうぞよろしくお願いいたします。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス、宛先は、797@fmginowan.com、797@fmginowan.com までお願いします。で、YouTube でも、同時に配信しています。FM ギノワン、日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。はい。はい、3月12日。はい。とにかく花粉がすごい。すごい。なんかこれって去年のすでに5倍ぐらい飛んでるっていう話ですよ、ね。5倍なんかもう花粉症じゃなくないとか、もうそういう次元じゃなく、花粉が目の前に5倍飛んでたら、なんか当たったらそれは何か反応しますよねっていう感じですよね。確かに。はい、ですよね。うん。私別に花粉症じゃないと思うんですけれども。でもなんか飛び始めた日とかやっぱ分かりますよね。あ、分かりますね。なんか本当、すごい花粉症ひどい人とかもう黄色いのが見えるって言いますからね。それ。ああ。本当かどうか分かんないですけど。でもなんかこの前実家に帰ったら、うち丹沢のふもとなので実家が、もう車がすごい車についてるんですよね、明らかに。ああ、黄色いのが。黄色いのが。なんで今日こんな汚れてるの車って思うと、それ自分だよって母親に言われて。すごいなって思います。そうですよね。ちなみに花粉があれですね、花粉をどれだけのものかって表す指標があるんですけど、ですね、はい、ウイルスってあるじゃないですか、はいはい、ウイルスとかあれがピンポン玉だとすると花粉ってお台場の観覧車ぐらいあるんですって。いや、まあ、肉眼で見えるんですよ。だから一応ウイルスは見えないです、それぐらい。見えない。大きさってこと。大きさが大きさ、大きさです、はい、でかい。すごいすごいすごいものが、お台場の観覧車がもう目に入ってくるっていう感じで、ガーって痛そう、痛そう、はい。そうか。もうだからちょっとこうトゲトゲってしてるじゃないですか。はい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 。だからなんかアレルギーって要はこう炎症、分離で炎症を起こすから、こうアレルギーって反応して脳が反応してこう流さなきゃと思って鼻水とか涙が出るじゃないですか。はいはいはい。風邪とかはウイルスがついたことによって炎症を起こしてこうなんかわーって錯乱してこうなんか出さなきゃって思って熱が出たりとかするわけじゃないですか。うんうん。でもなんか花粉の場合はもうトゲみたいな観覧車がボンって当たると、それはなんか炎症とかじゃなくてもう事故だよねって感じなんですけど。衝突事故。はい。アレルギーとかそういう次元を超えてんのかなと思いますね。まあそうですね。うん。これだけ多くの人がね、はいはいはい、気がつくものだし、はい、うん、すごいですよね。まあただ沖縄は花粉ないですからね。次が。ね、次がないから、うん、はい、ね。北海道もないですよね。北海道もないですね。まあ、とにかく東京はもうすごいですよね。東京は特にその土じゃなくてアスファルトが多いし、特に都心とかいうとビルとか多いんで全部跳ね返ってくるんですよね。で人間吸収していくってみたいな感じなんで、はいはいはい。はい、全部こう。そうなんですね。だから東京に来て大体3ヶ月くらい、長くて10年以内には花粉症になるよって大体指標がありますよね。なんか吸い続けるとさすがにみたいな。そうなんですね。そっか。なかなか。うん。ね、
もうなんかね、一応帰ってくるとき、コートとかパタパタしますけどね。家ああ、帰る前には なるほなんかだど。からそれに便乗して結構その花粉に当たりまくってると、やっぱり肌とか、まあ鼻もそうですけど、全部体が炎症を起こしてるんで、そこにホコリとか、まあ、あとダニとかが、ダニの死骸とかつくとより反応するんですよね。で、アレルギー反応って起こるんで、だから多分春はすごいんだなと思いますね。なるほど。引き起こしちゃうんですね、花粉そうです、そうです。が。いろいろ。そうなんです。だから結構こう、相乗効果でアレルギーが出やすい、この3月。ね、ちょっと辛い時期ですよね。まあだから多分マスクは外れないでしょうね、今月は。今月ね、そっちの意味で外れないですよね。もう一応、でも明日から解禁ですからね、マスク。外しましょうっていう。そうですね。だから多分、市区町村の役所とかに行くと多分外してますよ。推奨なんで。確かに、そっかそっか。まず水からね、やらなきゃですもんね。そうか。そんな感じで。こんな感じで。はい。ちょっと一曲入れましょうか。そうですね。はい。いつもね、ちょっとこの入れる音楽って、沖縄ゆかりの歌手の方だったり、あと女性が多かったりとか選んでたと思うんですけど、今日どうしましょうね。何がいいですか？ 何がいいですかね。ここで悩むっていう。もうここでリクエスト欲しいぐらいですね。どなたがいいかな、今日は。今パッと浮かんだのは一青窈さん、花水木ですけじゃあそれにしましょう。どね。ますか。ここで一曲お聴きください。一青窈さんの花水木です。はい。ということで。はい。いい感じですね。花水木。水木。春の花か。まあ、そうですね。もう、いろいろ春はありますね。3月は3月、変わる時期ですね。そうですね。まあね、季節的にもちょうどね、3月は卒業式もありますし、ちょうど皆さんね、はい、卒業入学、もしかしたら入社される方、いろいろ環境が変わる方もいるかとも思いますが、そうちょうですね。ど腰回り的にも、こう、今年の中で一番この3月が転換期って言われていて、今年ですか？今年の中で、そうそうそう、2023年の中で3月が転換期。今まで取り組んできた長いテーマが変わったりするっていう。おお、なるほど。そうなんです、そうなんです。こう、どの星座にであっても、土星と冥王星が動くので、ちょっと長い、ある程度長く時間をかけたテーマとか、そういうところが、その星が司っているところなので、まあ、そこが動くからっていうところですね。こう長く今までこうすごく長く勉強してたことが一旦終わって、新しいテーマに取り組むとか。なるほど。それは毎年あるんですか？まだじゃないです。そうなんで星す。に限って。今年、そのタイミングが重なるのは、まあ、この3月っていうことなんですけど、それぞれその星の周期が違うので、それは2年半から3年に1回こう動くとかなので。それは風の時代、地の時代とか関係なく。関係なく。関係ない。この間の、なんか、待ち受け画面に、風の時代って書いてる人がいて。ねえ、そうもう、なんだ。黒い、あれですよ、スマホの待ち受け画面です。バック黒の白文字で、風の時代って書いてある。すごい。すごい。そうなんだ。風の時代に2020年からです
なんか、面白いですね、そういうの。あと、最近 T シャツで言葉入れて主張してる人とかいるじゃないですか、いろいろ。T シャツに文字を入れて。春よ来いっていう T シャツに文字入れてる人とかいて。いいいろでいす。ろ、いろいろですね。あ、なこうるやって自己主張ってされるんだなと思って。なんか面白ほど。い。花粉の期待とかね。なるほどですね。時代は俺に向かってるとか かっこいい。でも、すごいですよね。なんか、ある意味広告ですよね、あれっていう。そうですね。今度はあれですね。うちの美容室もちょっと宣伝するために、かぶれない美容室って書いてやろうかなと思って。ああ、いいですね。T シャツ、一夏冊一で。日いたらどうなの？え、何ですかって聞かれるのかなって思って。いいですね。スタッフさんみんな同じ T シャツで。いや、絶対嫌がられるんで、それはもう多分。まあ、それはもうキャッチされるんで。一人でやってください。まあでもこの春はいろいろ盛りだくさんですよね。まあ、ひな祭り終わったし、そうですよね。今週、先週、WBC も開幕したしああ、そうですね。そうです、そうです。って。いろいろ話題盛りだくさんですね。でもなんか本当 WBC 日本優勝すると、すごいなんか、いい感じの 流れになりますよね。ね、いいですよね。見たいですよね。大谷選手すごいし。すごいし、もう相当すごいですよね。すごいですよね。本当に 移動するだけで、もう全ての行動を、なんか、なんですかね、みんな注目してるっていうのがすごいですよね。もう日本にいた、住んでたらどうなるんだろうっていうぐらいの感じですよね。でも、あの背の高さと顔のちっちゃさも目立ちますよね。はいはい、そうですね。すごい。なんか、できる人は何でもできちゃうんだなっていう。そうですね。まあ、できる。そうですね。センスがある。ね、すごい楽しみですそうですね。ね。でも、あと、今週はホワイトデーもありますし、あと、ね、苦しんでる確定申告期限もありますし。そうですね。事業者の方は。事業者の方はちょっと今、ももしかしたらね、う、はい。すごい忙しい時期に現実逃避でラジオ聞いていただいてるかもしれそうなです。い。今年は本当、普通に戻ってきたんで、あれですね、確定申告も通常通りですもんね。通常通りですね。特にね、コロナの延長で1ヶ月とかね、前はありましたけど、それはないですね。まあでも知り合いの税理士さんに聞いたら、コロナの影響があるっていうのをちょっと申請すれば、期限延びるらしいですけどね。ああ。そういう裏技を使う人が結構いっぱいいるんですかね。どうなんですかね。そのコロナになる前にやっとけよっていそうなんですか。う でもね、なかなかこう、なぜですかね、こう人はね、期限がギリギリにならないとやらないんですよね。でも多分優先順位だと思うんですよね。多分自分の頭の中の優先順位がどこにあるかだと思うんですよね。そのやることに対して。まあそうですね。そうですね。スワット分析じゃないですけど、でも本当に優先順位じゃないところに本当は大事なことがあるんですけどね。優先順位じゃないところの方をやるのが、優先順位って多分どっちかというと投資とかそっちの系じゃなくて、将来に向けての投資とかじゃなくて、目の前の本当、ただ単にやんなきゃいけないことじゃないですか。まあ、こなすっていうイメージですよね。
もう本当にその大事なことっていうのは、結構今やんなくてもそんなに緊急性はないし困らないんだけど、今ここをやることによって将来変わってくるよねっていうようなことが結構隠れてたりするじゃないですか。でもそこを結構、やっぱり優先順位じゃないんで、やんないっていう。やんないから、まあ結局何も変わらないとか。でも多分すごい今成功者っていうのこう線引きはちょっと、どこに引くかは人それぞれなんですけど、まあ、こういう成功者って言われてる人はそこの、なんていうんですかね、やんなくていいんだけど、絶対必要なことをやってるんですよね。しかもそこに時間をちゃんと、取ってるんですよね。緊急性っていうか、緊急性っていうのも、まあ、本当にどこの位置で緊急性っていうかによるんですけど、緊急性っていうのは、そんな大した緊急性でもないことってあるじゃないですか。だから、その緊急性をどんだけ捨てられて、これだけその緊急性がないけど、すごい大事なことに、ちゃんと時間を投資できるかっていう部分がすごい大事じゃないかな、という素晴らしい。感じですね。そうですね。緊急性じゃ、緊急性っていうか、まあそうですね。そこは低いけれども、重要度が高いようなところにどこまでこう、そうですね。時間を使えるかっていうところですよね。まあ、ただ、そうやって言うと、結構、じゃあ、緊急性がないけど、じゃあゲームとか、ゲームが悪いとかじゃないですけど、結構、まあ、YouTube 見て、だらだらしたりとか、じゃそれが緊急性じゃないことだから、それやっちゃおうって言うと、それはまたちょっと違うし。そうですね。でも、まあ、それはそれでやっぱ大事なんですよね。そういう自分の趣味じゃないけど、まあ、歌とかじゃないですか、ある意味。それもぼーっとする時間も大事だし、やっぱ息抜きになるんだったら、それはそれで必要だと思うんで。だから、緊急性って思ってるけど、実際緊急性じゃないことっていうのを一回洗い出すといいかもしれないですね。そんな、こう、実際目の前にあることをこなして人生を終わっていくっていう人いるじゃないですか。もう毎日毎日追われてみたいな。でも実際それって本当に必要なのかなって一回考えた方がいいかもしれないですね。そこ抜いたから明日死ぬわけじゃないし、生活できなくなるわけでもないじゃないですか。でもその時間を、まあ、い、あの、週に、まあ、い、な、1日1時間とか2時間、まあ、週に1日、丸1日取るでもいいですけど、そこに緊急性じゃないとこの重要度の高いとこをやる時間をもうあえて作る。予定表に書き込む。そしたらそこをやるじゃないですか。そうするとそこが緊急性になってくるんですよね。多分。で、そこを必要に駆られるっていう感じに追い込めばいいんじゃない。そして、さらにもうちょっと余裕ができると、予備時間っていうのを作る。その緊急性からまた1時間、まあ週に1時間でいいんですけど、予備時間っていうのを、まあ1日1時間が理想ですけど、作ったり、まあ週に1日丸々空けるとかね。いいですよね、確かに。そしてその予備時間にもし必要なことがあったらやるんだけど、人ってやっぱり人同士が関わるとイレギュラーが出てくるんで、やっぱりどうしてもそんな都合よく、ポン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 、行くわけじゃないじゃないですか、予定が。だからそこに、その時のための予備日を作るとかね。で、予備日がし、もしその、予備日いらなかったらそこをダラダラしていい時間にするとか。YouTube 見ていいあ、時間。YouTube 見てもいい。まあ YouTube が悪いじゃないですか。YouTube 見るのが仕事っていう人もいるんで、そうですよね。もうマーケターの人とかは、もう常に、SNS とか、そういうチェックしてるんで、それで仕事なんであれですけど。そうですね。そういうバッファー時間取っておくのは大事ですよね。大事ですね。もうあえて撮るっていうふうにしないと、本当ずっと、最近本当に思いますよね。もう明日死ぬってなったらどんな動きをするんだろうとか。そうですね。
ね、そうすると、明日死ぬとなると、なんかね、おばさんとかお店もあるし、なんかそこが回せるようにとか、いなくなっても、そうですね。ちゃんと、誰かが何とかするように、ね、お願いするとかも出てきちゃいそうですね。ます。もうそろそろだから、就活も始めないといけないですああ、もう始めちゃった。ね。早で、い。別にその死ぬわけじゃないですけど、やっぱりいろいろ考えますよね。なんか、本当に思うのは、急に人って亡くなったら、悲しいとか悲しまないとか周りの人がですよ。まあ自分がもし本当に明日死んだらって考えたときに、悲しくないっていうのは多分後に来ると思うんですよ。それよりももう周りの人からすると、どうしてくれんだよっていう、まあそこまでないですけど、もうなんか何していいかわかんなくなると思うんですよね。多分いろいろやっぱり特に一人で背負ってるものが多い人とかって、だからやっぱり就活じゃないんですけど、なんかあった時の、なんていうんですかね、連絡網とか、ここに言えばいいよとかっていうのを、もう明確にちゃんと整理しとかないといけないのかなっていうのを、すごい感じて、なんかそう、結構年配の方とかで、就活やってんですよね、みたいな感じで、そうなんだって思うんですけど、もう70代、60、まあ、70代とか80代ぐらいの人ですかね、いう方がいて、でもなんかその就活って何ですか、死ぬからやるわけじゃなくて、なんか本当死ななくても、もしなんか本当それこそ記憶喪失とかなんかなったら、もうその抱えてるものが何もできないし、誰がやっていいか分かんないし、めちゃくちゃになるわけじゃないですか。だからねっていろいろ考えますよね。確かにね。なんかそういう万が一のリスク分散をしておくべきですそうですね。よね。だからこう、弁護士事務所も、法人にしたりするんだとは思うんですよね。地方人にしておいて、担当の弁護士が受任はしてるんですけれども、もし万が一何かあった時に、法人として受けているっていう形にすると、迷惑がかからないとか、いますよそうですね。ね。まあ、その仕事もそうですけど、プライベートとかでもそうですよね。何か、いろいろ、隠し事をしてたら、いっぱいまずいこととかもあるし、ありますよね。いろいろありますね。隠し事。実は、だったみたいなね。ね、実は見られたくないものが、みたね。昔、なんか友達が、じゃあ、亡くなった時に、パソコンにあるデータが全部消えるような、そういう、発明したら特許になるかなみたいなことを言っていて、需要があるよねって言ってて、もうね、出願されてました、そのアイデア。すごい。アイディアとして出したことがもう出願されてたことです。すごだから多分なんかこう、例えば何かこう、ね、でも今何でも見れますもんね。その心肺停止じゃないですけども、そういうことがあったらバンってこう消えちゃうとかね。でもなんか、そのアイディアの話じゃないですけど、なんか自分のアイディアだと思って、わ、これ絶対画期的だと思ったら、意外ともうやってる人ってやってる。大体いますよね。います、います、います。大体います。今の時代で、なんかこう自然に多分汚染されてるんでしょうね、多分の、なんかそういうふうに、もうなんか脳に、なんか、刷り込まれてるんでしょうね、そういう。多分、で、なんかよく重要な発明とか、なんか発見みたいなことって、同時多発的にいろんなところで起こるって言いますよね。ああ、そうですね。連携してなくても。だから、なんか、割とこう、人の脳はそういうところでは、同じようなことを感じてそうでるんすね。ですよ。そうですね。いや、僕もあれですね、授業をやっていくにあたって結構いろいろ、あ、もうこれ絶対画期的だって思ってたら、意外ともやってたりとか。ありますよね。
もうこの専門美容室が絶対他にないしと思ったらもう結構やってるんですよ。しかもなんか、すごいアイデアをブログに書いててくれて、それそのままパクらせてもらうとか。わ、すごーってなりますよね。そうですね。やっぱりそうすると人の脳はみんな似たり寄ったりなのかもしれない。だからまあ、発明じゃないとかじゃなくて、いいとこだけパクっていけばいいんじゃないかなと思います。法に触れない程度に。そうですね。法に触れないと。でもそういうこう組み合わせって大事ですよね。そういでろんなアイデアの。すね。それを組み合わせられる人の方が多分すごい能力じゃないかなと思います。発明をする人って、まあすごいんだけど、やっぱり広めないと意味がないじゃないですか。はい。それはあだかりら、ます。まあ、あれですね。事業をやるにあたって、素敵だと思ったことをやってた人がいます。それを世に広めるのは僕の役目かなと思います。あたかも自分が作ったかのような、まあ世の中にね、知っていただかないと価値がないですもんね。そうです、そうです。せっかくのもの。はい。ということで。ということで、お時間となりました。はい。この番組は毎週日曜夜8時から放送しております。また来週もご視聴いただけると嬉しいです。はい。はい。では今日もありがとうございましはい。た。さあ、おやすみなさおい。やすみなさい。